おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、まあ久しぶりにね、木枯らしを出したいなと思ってます。っていうのも、まあ今月目標で収録をしたいなと思ってます。まあとあるね、方にアドバイスをもらってきたので、まあそれを含めて、どんな風に進化しているか報告したいなと思いまっちょ。まあ、その方からはもっと攻めなよ、攻めなよ、もっと前に前に攻めなよって言われたので、まあ攻めていきたいなと思います。しかし、攻めるとやっぱ引けなくなります。で、先生から指摘されたこととか、まあ改めて含めて練習をする過程、そしてどのくらい成長したのかっていうのをね、届けていきたいなと思いますよ。まあ、頑張って今月中に収めようと思います。頑張ります。しかし、その方からアドバイスをもらったことによって、今月収録できないのじゃないかと思うようになりました。というのも、僕が求めてた次元とレベルが違いました。ごめんなさい。というわけで、早速弾いてみたいなと思いますよ。Thank you.
惜しい。あ、でもだいぶ上手になったんじゃないですか。で、まあ僕はまあもともと収録しようと思ってたテンポはやっぱりこのくらいだったんですけど、やっぱもっと攻めて、このくらいはやっぱ攻めたいなっていうのをね、アドバイスいただきました。でね、まあね、それはわかりますよ。それはね、僕もね、それはもうそんなこと言われてんのとか言いながら言ったんですよ。そうでね、まあ仲いい方、仲いいっていうか、まあかなりね、よくしてくださってる方なので、まあそんな弾きたいんですけど、弾けないっすよって言って、まあ、攻めろって言ってくれたので、頑張りますというわけでね、その先生とは話したんですけど、まあ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 、でもね、ちょこちょこやっぱね、まだミスがありましたね。まあでも、こんなものは練習していけば弾けるようになりますと。で、今結構通して弾いてみたんですけど、まあ、自分の中では今までで、この木枯らしの動画を YouTube 上で出した中では、まあ一番いい演奏だったのではないかなと思います。疲れます。まあでも頑張っていくんですけど、まあこれを仕上げるためにどういう練習を、まあしようかなと思って、まあいろいろ練習したんですよ。で、それをね、含めて公開していきたいなと思っています。だいぶ上手になったんじゃないですか？まあ自分で言うのも何ですか？だいぶ上手になりました。まあね、僕はね、人と比べるタイプではないので、過去の自分と比べます。必ず成長してます。というわけで、ちょっとね、途中間違えたところがあったので、そこだけ振り返りながらやっていきたいと思います。で、テンポ感はこのぐらいのテンポでいきたいと思っています。まあ、今月無理かもしれません。はははは、笑ってごまかせ。はははは、許してね。まあ、頑張りますから。それで許しましょうや。このここら辺がちょっとね、右手が苦手なんですよ。まあちょっとやっていきます。こうやってやります。ゆっくり、ほら弾けなかった。で、困った時どうするかと言いましょう。シャキーン、コカ・コーラを飲んでちょっとリフレッシュします。ペダルは使っちゃダメですよ。あ、時に右手とのバランスがね、バランスというかテンポが遅れたりとかします。拍が、これはもう気持ち悪い原因となりますので、うえってなってしまうので、皆さん気をつけてください。常にエチケット袋を持って僕の演奏を聴いてくださいね。というわけでいきましょう。ほらずれた。
した時弾けなかったねっていうところは本番では弾けません。弾けないんですよ、これ。弾けると思うじゃないですか。弾けないんですよ。難しい。今上手だった。うん。今認めよう。弾けてた。こっから難しいんよ。弾けたら行きます。終わります。下手。こういう時でね、右手と左手バラバラうえっていう事件が発生しましたね。皆さんエチケット袋かちゃんと持っとってくださいね。ここまで行きたい。最後に行くよ。皆さんすいません。というわけでね、こんな感じでね、頑張っております。まあでもね、かなり攻めた演奏に向かって、まあいい感じで仕上がっていってるのではないかなと思います。はっきり言って、今まで出した木枯らしの中で、まあ今日通した木枯らしは、まあ少し弾けなかった部分はあったけど、まあかなり全体的なバランスとしてはかなりね、仕上がってきたのではないかなと思います。このまま最後のきめ細かい練習をして、どうにか収録に持っていこうと思います。まあでもできるだけ今月中にできるように頑張ります。というわけで皆さん、一緒にみんな頑張りましょう。抹茶シャキーン。